はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。と千春さんはもともとはあの海外で日本語教師をされていたということなんですけれども、どうしてこの国際日本学研究科というところを選ばれたんですか？あはい。 えっと、私自身はそのタイと日本の大学で留学生に日本語を教える仕事をま約10年間ぐらい経験してあのこの博士課程に入学しました。であの東南アジアでも日本語を教えて日本人としてあの私自身本当に海外で学ぶことは多かったですしあの学生たちも様々なあの日本語を通して文化にあの触れて学んでいました。またあの日本に戻ってきて留学生たちはこの日本での生活は本当に 24時間学びの場であるということを実感して、えっと、留学生のその学びというものには授業以外の場があのとても重要だと実感しました。でそのの中であの多文化環境の学びに関心を持って この国際日本学研究科というところは本当に国際と日本の両方を学べる環境にありますしまたあのその専門の先生方が多方面にいたことからあのこちらの研究科を選びました。はい、ありがとうございいます はい。では、えっと、私も今、あの、陰性で多くのことを今学んでいるんですけれども、たくさんの学びがあったと思うんですけれども、その中で一番あの大きな学びというものはどういうものだったでしょうか教えていただければと思います。はい。あの、私、えっと、この博士課程にあの5年間いたんですけれども、<laughs> あの本当に多くのことを学びましたでまあその中でも一番のあの大きな学びはやっぱりその研究が楽しいということをあの学べたということが大きいと思いますあの実は私自身すごく研究が苦手であの入る前は本当に苦しいものだと思ってあの研究に対しての不安もあの多くあったんですけれどもあのここの国際日本学の研究科には本当にあの研究を 楽しくされている先生方がたくさんいて、あのその姿をあの見たりですとか、その先生方の研究に実際にあの参加していくことで本当に研究が楽しいと思えるようになりました。それがあの一番あの大きな学びかなというふうに思います。ありがとうございます。とジハさんがあのこのとあの研究が楽しいと思えた瞬間ってどのような時でしたか？ そうですね。まあ、あの、一番こう、えっ、ー、と、こう印象に残っていると言いますか、持っているのは、あの、例えばその海外のフィールド調査だと思います。あの、明治大学は、あの、横のつながりも、あの、ありまして、私の研究はその根重量。 の研究ですね国際量というものを対象にしているんですけれども、その多文化環境における、ま、あの学び、ソフト面のこう学びというものに加えて、その量を対象にするということで、ハード面ですね、その構造的な問題も関わってきますので、あの明治大学にいらっしゃるその建築家とつながって、あのその、えー、と研究に参加させていただきました。で、あのシンガポールですとか、香港、マカオですとか、 あの海外の,その、えー、と今現在、アジアでこう進んでいるというあのところにも調査に行ったりですとか、日本のあとさまざまな量にも、あのまあ、これ、大学院の奨学金などを使って行かせていただいたんですけれども、まあ、そういったことを通してあの研究が大きく発展して、さらにさまざまなつながりができたということで、本当にあの研究が楽しいというふうに思えたかなと思います、はい、ありがとうございます。 では、えっとまあ、1年後、私もあの卒業を迎えるんですけれども、まあ、この今やっている経験、研究の経験が、今どういうふうに、あの1年後生かせるかなというふうに考えているところなんですけれども、あの千春さんはあの年、5年間学ばれたことが今どう生かされているかということをお伺いしたいです。 あはいえー、とこれもまた、本当にあの多くあるんですけれどもあの、一番役立っているのは、やはりあの実践と理論の王冠というところかなと思います。あの私自身、もともと実践は大好きだったんですが、えー、と実践で、あのまたその、いろんなこう実践を作り出してもきました。本当に、この国、日にいる間もその、自分の専門の研究の領域だけではなくってあの、博士の一年生の時には、えーとまあ、多文化。 あの、矯正の授業などで、あの、こう自分自身で多言語絵本の読み聞かせ会を実施する NPO をあの作って活動したりしてきました。 ですが、えー、とまあそのやりがいはあっても、それがあのどんな意義や意味があるのか、それからその課題をどのように発展させていくのかといったところもとても必要だなというふうに実感しています。であの本当に研究を通して理論のところの学びがとてもこう重要だということを実感しまして、えー、とまあそれをその実践をまあよりよく見せるということで、まあ、現在、またえっと日本。 を教えるというあの仕事に携わっているんですけれども、あのそこでもあの授業に理論を取り入れたりですとか、それからあの今、その寮の,あの運営にも関わっているんですけれども、そこでも本当にあの自分の,あの学んだ理論、それから実践が本当にあの生きているかなというふうに思いますありがとうございます。 では、えっと、最後になりますがこれから入学する大学院生に向けてあのメッセージをお願いしたいと思います。はいあの、私自身本当に5年間もうフルで活動していきましたであのこの国際日本学研究科はあの本当にその学習環境がとても整っているので皆さんにもあのぜひそれを活用してあの。います。 言ってもらいたいなと思います。本当にあの国日はとても恵まれた学習環境があると思います。であのその一つにはやはりその多様な分野の専門家がいる。 ことで本当にあの学際的な研究が可能になって、あのいくらでも本当に知性も研究も発展させることができると思います。ですので、あの自分の領域だけではなく、私もあの英語えっ、ー、と多文化の方だけではなく、あの英語です。とか哲学です。とか、あのいろんな授業を取ったり、いろんなあの先生方と関わらせていただいて、本当にあの学びが大きくなりました。 またあの2つ目は、えっと、奨学金も大きかったです。あの研究のためのさまざまな奨学金があって、あの本当にそれを活用することであのこう倍ぐらいあの研究が発展すると思いますので、あるものは全てあの活用されるといいと思います。あと、本当にあの最後はさあの挑戦できる環境。 とということかな,と思いますなのであの例えば私自身もまさか自分が NPO のようなものを作るっていうのは全く思っていなかったんですけれどもあの先生方それからあの一緒に学んでいたあの仲間があの支えてくれて。 今でもそれ、続いている活動ですので、あの何かやりたいと思ったら、本当にそれを支援してくれるあの環境というものがあるので、もうあのいる間、ぜひいろんなことに挑戦していただければととと思いいいまますはありがうござしたても貴重なお話ありがとうございました。